や、それで、またこう、3度目に挑むぞということで、勉強始められて、まあ、証券の通信講座も入られたわけですけども、どういった、その、まあ、証券の通信講座の講義とも含めて、どういった教材で使って勉強になったんですか？基本は、通信講座、誤解しなさいっていうことなんですけど、5タイムズね、5回。誤解しなさいってことなんですけど、まあ、なかなかボリュームがあって、正直申し上げますと、5回はできませんでした。半年で5回はかなり厳しいと思いますよ。半年で5回は。赤本、いわゆる赤本で、前2回の試験の時に、ある程度勉強はしてましたので、全くゼロからではない。とはいうものの、いわゆる赤本に比べると、情報量が圧倒的に違うので、篠研さんの講座は。だそういう意味では、私やったのは2回ですね。2回です。じゃあ3ヶ月に1巡ぐらいのペースで行かれたわけですね。そうですね。いや、なかなかいい、結構早めのペースですね、そしたら。そうですか。3ヶ月で1巡と、まあまあ、標準よりちょっと早いぐらいですかね。例えば4、5ヶ月ぐらいかかると思いますね。じゃあ、その講義書はどうやって勉強になったんですか？その、プリントアウトしてやられた、それともなんか、他の手段になさったんですか？篠研講義集は基本的にプリントアウトを最初はしてたんですけど、紙に出すと結構な量になるので、もうちょっとやめて、あとは基本的に PDF に落として、PDF ファイルで、勉強してました。で、PDF に落として、それをこうずっと読んでただけですか？それともなんかこう、まとめたりして。そうですね。なかなか読むだけでは、頭に入ってこないので、一つは、PDF のデータを、私よくワンノートを使うんですけど、マイクロソフトワンノート。ワンノートにコピペして、で、そのワンノート上で、自由なところを赤線引いたり、いう作業をしながら読んでいったと。それ今拝見することできますか？ワンノートですか？ワンノードと、あとなんかもう一つなんかありましたよね。そうですね。ちょっと共有します。今見ていただいているのが、こちらの左手がワンノートですね。例えばナンバー9、日本語の構造を、こういう形で一旦コピペして、重要なポイントを赤字塗ったり、マーキングしたり、コピペした後読みながら、ポイントを、押さえていった感じですね。これがワンノートでの学習。これは、ここにあるようにずっと単元で、やっていきました。なるほど。で、これは講座、通信教育テキストの勉強と、あとこちらに、あるのが、私の、の文法まとめノートです。それは右側のエクセル右の。側ですね、Excel の方が。これは文法まとめノート。自分なりに、学んだことを、整理するための Excel ノートをこういう形で作りました。これあれですね。自動車同士の携帯上の対応ですそうね。ですね。そうです昨今ね。のやつですね。上がる、上げる、売れる、売る。自動車と同士でどう変わるかというところのまとめであったり、これも自動車同士ですね。流通同士。スペクトの考え方。低年代、普通代。これ、篠研さんの時事問題のところのまとめで。文法以外にも、と助詞、助詞の考え方。こんなんも、整理しながら、文法項目を整理しながら、まとめていったと。というのが勉強法ですかね。やっぱりこうやってまとめると、頭の中にやっぱ入っていきますか？
全然違うと思います。で、ああ。いろんな本見てると、いろんな形でまとめてるんですけども、自分のまとめ方を工夫して、独自のものを作ることで、自分に理解が深まるっていうのは感じましたね。困難の中で、これは受け身の整理ですけど、はい。困難の中で整理することで、これはどうなんだろう、というのを先生に、通信教育で、質問させてもらって、答えいただいて理解を深めてる。はい。通信講座で、西山さん、ちょこちょこ、何回かご質問いただきましたよね、そういえば。そうです、そうです。もう分からないことあれば、すぐに通はい。信教育に で、質問させてもらって。で、もう分からない状態には、人がずに、分かるまで、理解するというのを一つずつやっていきました。なるほど。あ、じゃあ、いただいたご質問の裏側では、こういう活動があったわけですね。そうです。そういう方、どうなった大した活動じゃないですけ いど、やいやいや。困難を進めながら、わからないところを一つずつ、整理できたと。だから通信教育の中で単に、テキストを見て、問題答えて、いうことだけはなし、ではなしに、わからないことを質問させてもらえますし、それに対してすぐにレスポンスいただけるので、とてもそこは、良かったと思います。ああ、そうですか。ありがとうございます。ああ、なるほどね。素晴らしい。で、これをまた作ったノートを何回も見直して勉強なさったということなんですか？そうですね。今も、文法項目の復習には、使ってますし、右側は。左も同様に、ついつい忘れてしまうので、そうです振りね。返りのように、ここに戻るというのが常にやってますね。なるほど。これ、あれですよね。ノートっていうか、デジタルでな形でデータ作ってるので、また、いろんな専門書とか参考書とか読まれて、情報をいろいろこう追加したりっていうことも簡単にできるわけですよね。そうですね。加えていくことができると思いますね。そうすると、ご自身の虎の巻みたいなのができるわけですよね。そうです、そうです。それが目いや、素晴らしい、素晴らしい。で、これを、どれくらいの期間なさったんですか？4月、通信講座始められたら4月からですけど、もう4月からいきなりガーッと始める、こういう形で勉強始められた。それも、しばらく経ってからですか？そうですね。こちらは通信教育講座のまとめで、そうですね、こちらもそうですね、一緒ですね。通信教育を始めてからやった作業ですね。もう始めてすぐぐらい。左側は初めてすぐぐらいやりました。これは、文法のところをやりながら、少しずつ進めていった感じですかね。なるほど。ちなみに、その試験勉強ですね。2023年の4月よりも前からですね、してくださってらっしゃったんですけど、2023年4月以降の勉強で、平均1日どれぐらい、何時間ぐらい勉強なかったんですか？平日はやっぱり1時間はやっても、1時間から2時間、平日で。で、週末は土日で、そうですね、土日で足して8時間ぐらいですかね。ということは、1、5、10、18時間。18時間から20時間ぐらいだと思います。1週間で。1週間で。おー、結構な時間費やしてるとか勉強になったんですね。そうですね。先生、5回やろう思ったら、この時間じゃね、ネタになんないですね。全然足りないですよ。5回だったら、やっぱり最低1年間はやっぱり続けた方がいいと思う。2回が限界です。
半年ではやっぱり2回でも十分だと思いますね。いや、素晴らしい、素晴らしい。なるほど。なるほど。で、そうやって、で、これって試験の直前までこれなさったんですか？それとも、例えば8月ぐらいまでこれやって、残りの、ラスト2ヶ月ぐらいはちょっとこれ止めて、過去問解きまくったとか、なんかそういうのあるんですか？実は、シノケンの、スタートは4月なんですけど、それ以前から、1月ぐらいから受験勉強を始めてました。始めてました。で、1月から、6月まで、勉強は、それなりに進めてたんですけど、7月1ヶ月間、会社休んで、台湾に行ってたんですよ。No. 1ヶ月間台湾で過ごして、その間はほとんど試験勉強してないです。結構7月って大事な時期ですよね。まあそうなんですけど、まあ、最初からそのつもりでいたんで、ああ、なるほど。で、だから1月から、6月までは基本的にそのテキスト中心、テキスト中心、で、やってましたね。で、7月や、台湾に行って帰ってきた後、次はもう試験対策に切り替えました。試験対策。どういうことだから、いわゆる過去問対策ですね。過去問の、勉強に、8月以降は、8、9、10はもう、過去問対策をやりましなるほど。た。どうだ、しのけの通信講座やったのは実質3ヶ月ぐらいってことですか？なんて言いますか、10月まで当然やってましたよ。ああ、そうですか。カカオも見ながら、通信コードのテキストに戻ると。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。メインをカカオにして、逆にサブに、通信コードのテキストを使うみたいな使い方をしてましたね。リファレンスっていうか、そういう、使ってた。ああ、なるほど。ほう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 。なるほど。で、試験勉強やってて、あ、これ今年受かるなって思った瞬間とかあります？いやー、試験勉強してる間はないですね。ないですね。ああ、こんなに、言える範囲が広いので、自分自身、どこまで理解してるかっていうのは、試験勉強しながらは、分かってなかったですね。そんなに過去2回受けた時と変わらんのかなと思ってました。勉強してるうちは、間は。じゃあもうあとはやれることをできるだけやって、もう結果待ちっていう、そんな感じ。そうですね。先生の、受験対策講座は私受けてないんですよ。受験対策講座。受験受けですてね。ないんです。で、そこは受けずに、ある意味、自分なりの勉強で試験対策を進めたのかなって感じですけどね。なるほど。今、合格なさってから、過去の自分を振り返ってみてですね、検定試験に合格するための、その教材とか講座の選ぶポイントっていうのは何かありますか？いろいろ、西山さんもいろんなこうサービスとかをこう利用なさってきたわけじゃないですか。だとか、他の420時間だとかですね。検定試ポイ験、ントですか。どうなんですかね。最初は、選んだ検定試験対応の本は、いわゆる赤本というんですかね。皆さんが使える例の、対策本ですけど、で、それは、ベースにはあったと思いますね。ここの選ぶ理由は何でしょう。みんなが使うからですかね。で、実はその当時から、の件は存じてて、そうですか。
通信教育始まる前に、首脳犬っていうのはインターネットで検索させてもらって存じてて、メール会員になってたんですよ、有料のメール会員に。有料会員になってたんですよ、1年ぐらい。まあ、有料会員とか、まあ、メルマガの、ああ、そう、メルマガ、うん、メルマガ、メメルールママガガやっなたんですけど、例の、なんでしたっけ、皆さんから質問を集めて、質問に対する答えがアップされているサイト。お有し料ゃサイれト。ですよね。教えて、そう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 。そああ、れで実はやってたんですよ。そうなんですね。うん、今回の、通信教育始める前に。ああ、なるほど。で、当時から赤本と、教えてを、ベースにいろいろ勉強したかなって感じですね。で、そう知ってたので、で、通信教育もあるっていうのを知ってたので、どんだけ、投資するかなっていうところもあって、年会費、月会費かかるのでね。そうですね。うん。でも、やっぱり通りたいと思って、投資したというのが、しのけいの通信講座。うん。わかりました。じゃあですね、そしたら今度は、西村さん、結構、初めて試験を受けた時から比べると、結構の、そこそこの年月、こう、勉強になってくるわけじゃないですか。モチベーション維持するっていうのは、なかなか大変だったと思うんですよね。いくら、ご友人の方が合格して何くそと思ったとしてもですよ。どっかで、まあ、いっか、みたいな、あったんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうやってもモチベーション維持なかったんですか？試験は通るっていうことが目的じゃなかったので、決してね、試験通るのが目的ではなしに、会社で、日本語を教えると仕事をするのが目的だったので、別に試験を取る以外にも420受けるっていうやり方がありますよね。だから、スランプにはならなかったです。スランプにはならなかった。ほぼ、いやいや、坂とかそうもなかった。なかったですね。っていうのも、試験受けるのが目的じゃないですから、試験合格が目的じゃないですから。だから、他にもやり方があるわっていう考え方で来ているので、で、しの、いや、じゃあ、この23年で、試験を通ろうと、したときも、勉強しようとしたときも、これもスランプはなかったですね。うん。だから、そういう意味では、維持する方法、モチベーションを維持する方法は、あまり深く考えないこと。うん。やらなければならない、絶対やらなければならないっていう自分を追い込むのを追い込むほど、やっぱりしんどいと思うので、追い込まない。それと、ちょっと別のこと言ってるかもしれないですけども、諦めない。諦めない。うん。いや、今年ダメでも来年があるじゃんっていう。うん。もうやろうって、試験なんとかね、合格しようと思ったら、いや、諦めん。諦めない。うん。あまり気にしない。諦めないは、矛盾してるかもしれないですけど、私はそうですね。いや、わかります。よくわかります、それは。結局、追い込む人って何かって言ったら、自分の力以上のことをしようと思うからなんですよね、きっと。で、自分のペース以上のものを、なんか、短平級に求めようと思うんですよ。すると、やっぱ無理が出てそうなるんですよね。で、なんか早く、合格して、この苦痛から解放されたいっていうのは思うんでしょうけど、いや、そうやって自分を追い込んでるのは、他ならぬご自身ですよっていうことそうでですす。よね。そうですよね。だからね、篠研講座楽しかったですよ、私は。そうですか、ありがとうございます。
だから、ね、試験勉強も当然あるんですけど、試験勉強のための、まあ、首脳犬講座であり、日々の日本語を教えるっていう、仕事を磨くための通信講座であったから、決して勉強することが辛くなかったです。だから、モチベーション下がることがなかった。両方の、あれですね、試験勉強することで、両方、その実の試験勉強と現場の活用と、両方あるから、まあ、試験勉強であんまり、こう、前進んでないなと思っても、いや、明日の授業で役立つし、っていう。で、明日の授業とちょっと知らないのでも、いやいや、これ試験勉強だからし、っていう、うまく自分の中で、ご自身の中で、こう、いい方向にこう、なれたんですかね。そうですね。それは、そうだと思います。いや、もうそれこそが本当に合格のポイントといいますか。急がないんだけど諦めない。そうですね。素晴らしい。よかったと思います。ありがとうございます。そしたらですね、最後にですね、まあ、最後、あれですけど、こう日本語教師としてですね、これからどのように活動していきたいというお考えですか？今、会社でやってますけど、あと2年、マックス2年。その後ですよね。で、やっぱり、実は今日も、お昼の1時半から3時まで、滋賀県に住んでるんですけど、滋賀県の、東近江市。そこの、日本語のボランティア教室に行って、教えてました。ああ、そうですか。で、今日は、今日から勉強するっていう中国の、女性で、初級、ゼロ初級とは言えないですけど、初級レベルの。で、その学生相手に、自己紹介を一緒に、して、自己紹介の、日本語を、教えてたんですけど、やっぱり自分、どうしたら相手に、初級の相手に、うまく教えることができるのかっていうのが、経験値がなくって。まあ、ボランティアでいい勉強になってるんですけど、今後は、そういった全然足りないものがいっぱいあるから、その足りない引き出しをいかに増やすか。これは、やっぱり、一つは、経験積むことかなと思いますね。日本語を教えるという経験を。で、実は、60で、仕事、会社を一旦、引退して、この先どうやろうっていう仕事、どうやっていこうっていうことを考えたときに、やっぱり、少なくとも70歳までは日本語をやりたいなと思ってます。70っていうのはあと7年なんですけどね。で、夢は、日本を出て、海外で、日本語を教える。っていうのを目標に、自分の、引き出しというか、自分の、足りない部分を、やっぱり、強くしていきたい。と思ってます。その夢に向かってね。いいですね。65過ぎてから海外で活躍したいっていうのは素晴らしいですよね。素敵ですよね。やってみたいです。ありがとうございます。ではですね、最後、この、動画を、まあ、ご覧の方もですね、まあ、これから日本語教育の検定試験だとか、あるいはまあ、2024年の4月からですね、国家試験である日本語教員試験っていうのも始まります。まあ、受けようと。あれ、受けようかとか、どうしようかというふうに悩まれている方もいらっしゃると思うんですね。
はい、その方にですね、メッセージをお願いいたします。一緒に勉強しましょおう。うがメッセージですかね。一緒おう。に勉強しましょう。皆さんもこれから勉強するし、ね、日本語を教えてる我々もやっぱり一緒に勉強しなければならないし、ずっとこれから日本語と付き合っていくつもりで、一緒に勉強しませんか？うん、なるほど。いいですね。一人じゃないんだと。そうなんです。一人あでも増えてくれるととても私は嬉しいですよね。あ。で、日本語を教えることがとても私にとっては、大切というか、楽しいというか、生きがいというか、いうことを感じさせてくれるので、まあ、そういった気持ちになれる仕事だと思うし、そういった、気持ちに、皆さんに、そんな気持ちを皆さんに感じてくれたらなって、そんな気持ちがありますね。で、最後、試験対策のためには、諦めないこと。諦めないこと。諦めんぞ。試験対策のためには、これが一番大事だと思います。一回、二回落ちても諦めないで、諦めない。チャレンジし続けるということが大事ということそうで。ですね。ありがとうございました。今回は、滋賀県にお住まいのですね、西山宏様に、お招きいたしましてですね、日本語教育の検定試験の合格の、体験をですね、お話しいただきました。西山さん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。